東口広島駅は長野県塩尻市大技、高岡の村にある東日本旅客鉄道篠野の線の駅である相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。2007年に東西自由通路を持つ京上駅舎へと改築された。改築に伴って国道19号側に東口が新設され、地上階や改札街、ホームを結ぶエレベーターの設置。 ホームの傘上げなども行われた。東口には国道口、西口には単価の里口の愛称が付けられている。塩尻駅管理の業務委託駅で調鉄開発が駅業務を受託しており、自動券売機、簡易水化改札機、緑の窓口、指定席券売機設置、営業時間は緑の窓口と同じ設置。夕方から朝までは無人となる。 2000年度以降の1日平均乗車人員及び、年間乗車人員の推移は以下の通りである、住宅地である。駅の西側に従来からの商店街が形成され、駅の東側は国道19号に面している。また、鉄道の通っていない東千曲郡山形村、朝日村井のアクセスでは当駅が最寄り駅となっている。東口、西口広し駅近くには、 二箇所にバス停がある。ありがとうございます。